皆さんこんにちは。内藤証券株スタ7110より12月28日のマーケットトゥデイをお送りいたします。本日は投資調査部の北原が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。さて本日の日経平均株価は前日比1円安の 19,401 円で取引を終えました。市場参加者が減少しておりまして方向感には乏しいんですが、底堅い展開は続いています。さて本年もあと残すところ2営業日となりました。今日は1年を振り返って日経平均以外の指数でも対局感を見てみたいと思います。では日経平均株価の月足から見てみましょう。こちらをご覧ください。はい、日経平均株価なんですけれども、株価の6ヶ月間の平均値となる6ヶ月線が上向いてまいりました。で1年間の平均値の12ヶ月線も上向きに転じる兆しが見られておりまして、投資家の平均取得コストが上昇してきております。足元では株価の上値は重いんですけれども、地合いの悪化は見られておりません。それからトピックスです。トピックスは日経平均と同様に底入れが見られておりまして、底堅い地合いが続いております。そして東証2部なんですけれども、昨年来高値を更新してきました。そして日経平均トピックスよりも戻りが大きいですね。でこの高値というのは2006年の高値にも接近しておりまして、2015年7月以降こう上昇傾向だった出来高も改善が見られておりまして、地合いの堅調さが続いております。この上昇の要因というのはシャープの株価の上昇が要因の一つと考えられますけれども、この他に、テーマ株の物色ですとかそういったことも要因だと考えられます。それから新興市場ジャスダックですね、底堅い動きが継続しております。複数の MA が移動平均線がですね2500ポイントの位置にありますので、これは下値として意識されやすいと考えられます。今後このあたりで下げ止まるかどうか注目していきたいところですね。それからマザーズ指数を見ていきましょう。マザーズ指数は他の指数とは違って、チャートの崩れが見られております。個別銘柄では堅調な動きをしている銘柄も数多くあるのですが、指数ベースで見るとやはり今年の4月5月の高値をつけて、相場が活況だった分ですね、資金がやはり別の市場に流れておりまして、まだちょっと戻りきっていないという状況が続いております。でこのマザーズなんですが、今は上値が重く明確なトレンドが出てきていないので、活況を取り戻すのはもうちょっと時間がかかるかもしれません。では2001年以降の相場の状況を見ておきましょう。今年もあと残り2営業日ですけれども、12月の終値比で見た1月の株価騰落率、これを見たところ8勝8敗で五分五分なんですね。で2017年1月はと言いますと、今年の11月に大統領選挙がありまして、その後株価が順調すぎるほど順調に上昇しておりますので、1月はやはり調整してもおかしくないのかなというふうに考えられます。でこう1年を通してみますとね、猿取り騒ぐという言葉がありますように、2016年の猿は十分に騒ぎました。では2017年の鳥はと言いますと、欧州の国政選挙などが控えておりまして、不確定要素はまだまだ残るんですが、いい意味でこう騒ぎとなってくれればいいなという期待も込めて、1月はややこう弱含み調整色で、そこからトランプさんの政権の期待が続き受けられるのかどうか、このあたりに注目していきたいと思っています。それから規模別株価指数の推移を見ていきたいと思います。今年の1月4日を100として指数化したものを見ますとですね、小型株指数が一番パフォーマンスが好調でした。今年はやはり相場が荒れましたので、値動きの軽い銘柄が投資家に先行されやすかったのではないかというふうに考えられます。
でそれから6月の28日を100としたおよそ半年間の期間で見ますと、やはり8月以降にですね、円相場が対米ドルで円安基調になったこともありまして、大型株指数が高パフォーマンスをなって出しておりました。でこの2つを見ると、どちらの相対値比較でも中型株指数の出遅れ感が見られますので、今のように上値の重い中では中型株指数が物色されやすいのではないか、このように考えております。はい、では本日の個別銘柄をご紹介します。今の中型株指数の戻りが少し弱いというふうに申し上げましたけれども、トピックスの中型株指数400に採用されております、松本清ホールディングス、本日はこちらをご紹介したいと思います。ドラッグストアは競争が激しくてですね、今の競争優位性を確保するために各社がいろんな政策を打ち出しておりますけれども、松本清もこの銘柄の一つです。具体的にはこういった政策を出しております。こちらをご覧ください。競争優位性確立のために需要創造に向けた新業態モデルの構築ですとか、安定した収益基盤の確立維持などを目指しております。で店舗数はグループ全部を含めまして、今年の上期9月の末の時点で1542店舗ありました。で 17.3 月期の会社計画は売上高で5550億円、営業利益は280億円を計画しております。では業績の推移を見ておきましょう。経常利益ベースで見た業績はおおむね順調に伸びてきております。でこの総資本経常利益率、こちらで見てみましょうか。これはですね、経営によって得られた利益と、それから経営の資源となる資本の関係を見るもので、収益性を見る指標の一つとなっております。この12年3月期から14年3月期の間、この間は経常利益率は上昇していたんですが、投下した資本が売上高に対して、何回転したかを見る回数がおおむね横ばいだったので緩やかな上昇になっておりますけれども、2016年3月期は、経常利益率が15年3月期と比べまして大きく改善したんですね。こういったこともありまして、ROE も2桁台に乗せてまいりました。ですので、今足元では一番この過去を5期で見ますと資本効率が一番いい状態となっております。で株価も見ていきましょう。株価は上値はやや重くて、出来高も減少傾向にあります。ただこの15年8月の高値6950円から今年の8月の安値4280円までの下落幅に対する上昇率で、戻り率で見ると 50% の戻りを回復してきております。で 50% の回復ということは、前年戻りをしてもおかしくないということで、展開的に、地合的にはこの6950円を回復してもおかしくない状態になっております。で足元の事業環境なんですが、11月の既存店売上高は前年同期比でマイナス 0.8 と、昨年の、訪日外国人客の需要の増加が大きかったことで、その反動からマイナスが続いておりますけれども、この松清ホールディングスは今外国人向けの政策を深掘りしています。これまでは訪日客が来てから売り上げを伸ばすということに注力したんですが、今は訪日する前、それから訪日中、それから帰国した後も収益になるような取り組みをしております。さらに事業戦略を実行する上での目標達成度合いを定量的に測る手法も取り入れてまして、数字にこだわる経営を強化しております。今期17年3月期以降ですね、この取り組み中の収益基盤の確立、この見通しが具体的に立ってくるようですと、この前年戻しになる可能性もさらに高まってくるものと考えられます。ご参考になりましたでしょうか。では本日のマーケットトゥデイは以上です。本年もありがとうございました。